皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。3月になり、春もいよいよですね。3月といえば、卒業や移動などのシーズンですよね。 別れというのは寂しいことですが、感謝やお祝いの気持ちを込めて送り出したいですね。今日は、送別品について少しお話ししましょう。あくまでも大事なのは気持ちなのですが、やはり贈り物を選ぶのは悩みますよね。卒業、移動、退職など理由が違えば、やはり贈り物も変わってきますよね。退職についても、定年退職、寿退社、定職など理由は様々ですね。 例えば、定年退職や寿退社であれば、仕事で使用する品物より日用品の方が喜んでもらえそうです。移動についても、閉店や左遷があり、本人が望んでいない場合、例えば左遷であれば、おめでたくないわけですから、おめでたい品物を送るわけにもいきませんよね。さて、これまで何回かお話をさせてもらっているのですが、日本人は言葉の頃から連想したり、 縁起を気にすることが多いですよね。相手に贈る品物にも、語呂合わせから避けた方が良いとされる贈り物もあるそうです。櫛は、苦しみなく、死の死と読めることから、送別品としては避けることが望ましいと言われています。ハンカチは、日本語では資金と書きます。資金は、手切れとも読めることから、縁を切りたい、二度と会いたくないという意味に捉えられてしまうため、送別品には適しておりません。 同じように縁を切るという意味で、包丁やハサミも送別品には避けた方が良いですね。靴下とかスリッポ、踏みつけるもの、つまり見下すや足毛にするという意味につながります。ベルトは、締めて使うものであることから、気を引き締めろ、気を抜くなという意味につながります。万年筆やボールペンなどは、もっと勤勉にという意味につながるため、部下や後輩に送るには問題ないですが、 上司や先輩に贈るのは避けた方がいいですね。では、どのような贈り物がいいのか。寿退社される女性社員への送別品であれば、ご主人と使えるペアのマグカップなどがいいですね。出産を控えていればまたニティグッズなんかも良いと思います。定年退職であれば、相手の趣味が分かっていれば、その品物が喜ばれると思います。贈り物をする際の品物選びは悩むこともありますが、 やはり大事なのは気持ちですよね。しかし、一生懸命選んだという気持ちは伝わらないかもですが、ギフト券やカタログギフトも、相手が自分の好きなものを受け取ることになるので喜ばれますよね。さて、贈り物ですが、別の言い方だと、よく使われるのはプレゼントという言葉ですね。プレゼントは、贈り物や土産を意味する英語のプレゼントが語源ですね。他にも、ギフトという言葉もありますよね。 ギフトも、プレゼント同様、贈り物や新物を意味する英語のギフトが語源です。プレゼントもギフトも贈り物という同じ意味の言葉ですが、プレゼントはカジュアルなイメージがあり、ギフトはフォーマルなイメージがありますね。ギフトは新物という意味合いが強く、お中元やお歳暮などに使われ、目上の人への贈り物に使うことが多いですね。皆様、 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いいたします。また次回配信もぜひお越しくださいませ。